DW レッスンの鈴木です。ホントです。DAW レッスンの講師陣2人が DW、DTM や音楽制作に関するテーマについて紹介していくポッドキャスト番組です。DW レッスンはオンライン、就職形式でのマンツーマンの DTM レッスンから動画レッスンなどで皆様の音楽制作をサポートするサービスです。YouTube にも毎週さまざまな動画をアップしておりますので、そちらもぜひチェックお願いします。はい。はい。ということでですね、今回はですね、はい。 のっけから、あの、いただいたコメントから紹介していきたいなというふうに思っております、はい、というのも、なんかこんなテーマでみたいなものをいただいてたい部分もあったので、それを踏まえつつみたいな感じでできたらなみたいな感じですかね。はい。えっと、まず、あのキューベースの新バージョンがそろそろ出るんじゃないっていう回ですね。はいはい。 キューベースのバージョンアップ1年スキップしましたから、ね、2年がかりのバージョンアップどうなって出てくるのか楽しみです。キューベースだけでは実現しない機能なんですけれども、コードトラックのコードとスケールを VST インストゥルメントや VST プラグインに渡す機能を付けた VST4 そろそろ欲しいですね。コードトラックとは別にバースやコーラスなんかを指定するトラックを追加して、これもプラグインに渡せるようになれば、自動作曲系のプラグインとかその辺がいろいろと進化しそうかなと。 うんうん、アンプルギターとか EG ーーベースや EG ーーピアノなんかもこれに対応してくれたらいろいろと楽になるのになぁと AI 系の EQ やコンプなんかも今何のコードなのか分かったらもっといろいろできたりしないかなとかハーモニーを自,自動生成するプラグインなんかも面白そうだしとディミニッシュやオーギュメントなんかにも対応できるコードを意識したシマーリバーブとかも面白そうです。 えー、あと、あとライブの動機とかで使えるようにセットリストみたいなので複数のプロジェクトを並べて複数のプロジェクトのプラグインとかをごっそり読み込んでプロジェクトの行ったり来たりがあんまり時間がかからずにできるようになればライブでも使えるようになるかなと思いますね。UI 周りの話で出ていましたけれどもボタンの色を急に逆にされてもそれはそれで困っちゃいますね。今のに慣れちゃっているので慣れるまで大変かも。マルチウィンドウはマルチウィンドウで便利に使っています。右トラックいくつか 開いてあちこち移動しながらみたいなのができるなくなるのも困るし、これは CubeStudio a s バージョン1からこのスタイルでやってるので、基本的にインビデ d なんかはオーディオなしの時代から何枚か開いて作業していることが多いです。なので、これができない DW は逆に困りますね。あと、モノラルトラック、ステレオトラックの話を聞いてて思ったんですが、マクロ作れる機能が欲しいですね。テキストエディターのマクロ、キーボードマクロみたいな。これがあれば、モノラルトラックをステレオトラックにするなんてのも機能としてなくても、マクロでかけちゃうのかなって。 モノラルトラックの一つ下にステレオトラックを新規作成トラック設定をファイルに書き出して全イベントを選択。一つ下のトラックに移動。トラック設定を読み込んでモノラルトラックに移動してトラックを削除すれば、モノラルトラックをステレオトラックに変換できちゃうかなって。で、これを実際に操作した手順を記録してマクロに書き出して、 あとはショートカットに割り当てておけばという感じで、今の枕は正直使いづらすぎてえ、すみません、長くなってしまって、この話はきりがないですね。前に言ってた、複数のオーディオインターフェースを束ねて入出力を増やせる味ジオとか、スタインバーグの AXR4T は、 3つまで同じのをつなげば増やせたんで、これを異なるメーカーや機種でできるようにして、それぞれのン点ーでタイミングを合わせてくれたらできるよねって思うんですけど、そうすればマイクは UR22C につないで、ギターはマルチエフェクターの USB 接続で、同時にロックオンとかできるんだけどなぁと、ということですね。うどうですか、堀田的には共感ポイントありましたちょっとね、多す,多すぎて今いい、<laughs> 頭が整理できてない。<laughs> <laughs> そうですね。うーん。USB、あ、だって、アジオ4は別にって感じかな。あ<ー>、これか。アジオ。あれあれアジオじゃないわ。あいなんだっけごめんなさい。えっと、USB4 か。アジオ4じゃなくて。そっちは、また増えちゃうと、なんか、また対応するしないとかで、なんか、もうっちゃいそうだよね。 そうですね、とかっていうのはまあまあでもね、確かに言ってることは、でもすごくそうかなっていうのはあるんですけど、うん、あの、Mac だとですね、機器セットっていうので、複数デバイスつかめるんですよ、1>, うん、1個の仮想デバイスとして。で、えっ、ー、と、ユニバーサルオーディオのアポロシリーズとかって、それできませんでしたっけあのアポロシリーズだけでっていう、ね、Windows 関係はちょっとどう,そうんどうなのか分かんないですけど、僕はちょっと分かんないですよ、ごみ確認ですね、使ってたことが、うん、なんか、そんのできた気がしますね、確か,確か。 続いて、インスペクターはコマンドをしながらクリックすると、他のを開けたまま開けます。閉じてしまうメリットもないので、単にクリックで開けたままにしてほしいですよね。あとは、オートメーションの数値入力をその場所でやらせてほしい、もしくは上の情報ラインを別ウィンドウで出させてほしい、それから下ゾーンのミキサー画面をロジックみたいにしてほしいのと、リージョン単位でのオーディオや右のバウンスもロジックみたいに簡単にできるようにしてほしいです。内蔵プラグインはアンプシミを刷新してほしいですね。 キース以外だと新車とかの膨大なライブラリーからの音色選びを AI が自動的にやってくれる機能とかそういうユーティリティプラグインがあっても良いかと思いますそれとドラム音源のプリセットを選ぶと初めからエフェクトがたくさん刺さっていてなおかつフェーダーやパンもある程度調整された状態で読み込まれるのでそれもやめてほしいなって思いますってことですねうん出来らしいですよなんで Windows だとコンマンドってことはコントロールキーですかねうんそうだねコントロールになるのかな多分 うん、でできるみたいですねそういうことかう,うん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 はい不勉強でした申し訳ないいやおあれですよねあのできることっていうのは割と調べられるじゃないですかうんこれはできないよねって判断するのって超難しいなって思ってうん、うんうん、確かに <laughs> あのネットに情報がないだけかもしれないみたいな <laughs> <laughs> マニュアルで見つけられていないだけかもしれないみたいな <laughs> それはそれもある気がする <laughs> うん、難しいですよね、これないのかって、ない,ないですよっていうの,のを言う、この難しさみたいな。確かに。うん、そうだね。はい、えー。続いて、いつ生楽器、弦楽器や管楽器の録音に関するエピソードや小ネタをお聞きしたいですことなんですけれども、管楽器の録音か、かいやー、ありますかうちはもうだって、なんだろうソフト、ソフト側でしかやってないからな、そこの録音と一緒にしてないな うちも基本的にはそれを録音するときにはエンジニアさんがいます、ね、うんなのでなんか変ないい話ができたらだと思うんですけどね。<laughs> まあでも弦ぐらいはたまに撮るかなとごくまれに。<ー>とは言ってもかなうん、まあ、基本的にマイキングの基本としてはいい音するところに立てようねっていうだけなんだとは思うんですけれどもね。なんでセクションなのかソロなのかによってだいぶ変わってくるかなとは思いますねその辺考え方が。 確かにね。うん。それはそうだよね。うん、かなぁと思いますね。うんうん、えっと、キューベスのインプレースレンダリング設定にステレオ化モーアルの選択できると嬉しいです。確かに。確かにステレオしかできなかったね、本当に。でしたっけ。あと、あれですよね。そのどこのバスというか、経路のもの、プリフェーダーなのかを。プリントするとかでしたよね。確か設定項目として。あるとかったかな、なんて。うん。えっと、続いて、いつも楽しく拝見拝聴しております。 家事などを行いながらゆるりと聞くのにちょうどいいので、ぜひ末永く続けていただけると嬉しいです。カッコ笑い。トークテーマですが、以前価格別のオーディオインターフェース等をされていたので、マイク、スピーカー、ヘッドホンなど、初級、中級、上級、プロ用みたいな感じで聞いてみたいなと思います。あとは個人的にはお菓子の小話なども好きです。作業中にリフレッシュというか、ちょっとした癒し枠のレパートリーを増やしたいなと。作曲やミックスは作業中、目も耳も使い、エンタメが嗅覚、 か味覚しかないのでエッシーさんやデザイナーさんとか作業中に音楽を聞いたり通話しながら作業していたりするのが時々羨ましくなります悪い食べ物は自分の咀嚼音で音が聞こえなくなる時があるのでお香やアロマなど嗅覚で楽しめるものが作業時の癒し枠前ブームですということですね確かに何かしながらってね音楽は本当に向いてない周りのものがどうしても、うん、今はやあんまそういう切り口でやってないですけど、うん ライブ配信とかも本当向かないと思いますよ。うんあの<な>自分でやってていうのもあれなんですけど、集中しないとダメだし、喋ななんて言ったらいいでしょう、喋れなくなるんですよね。あとやっぱスピーカー鳴らせないっていうのが結構致命的にきついっていう。うんっていうので結構確かに、だだね、うん、音楽は難しいっすね。なんか流れでできないからな、なんかね。ああ<ー>、なんか,かリネームしてるぐらい。 ですよトラ,ックトラックをリネームしてるときぐらいあと書き出し中とか基本なのってほのことできるやつっていわゆる事務,事務作業みたいな感じだったらいいのかななんて思うんですけどね,ねなかなか難しいですよね、まあ、でも慣れ,慣れもあるのかなそこねもしかしたらいやーでもあれでしょう他の曲聴きながら曲作れないですからねやっぱりそれですよねやっぱうーんうーん,そう,ん、ね、<laughs> そうなんですよ 価格別みたいなやつに関しては、うん、多分こんなに分けれないと思うんですよ今初級中級上級プロ用みたいなのってカテゴライズが逆にこういう価格こういうなんていうんでしょう分類ってちょっと無理があるかなと個人的には思ってるのでなんかちょっと違う形でちょっとやってみたいですねそうですね、うん、うんうんうんはいありがとうございます、はい、え続いてここからあのブラックフライデーを前に 買いそびれたものありますかっていう感じですね。最近本当コメントいっぱいありがとうございます。すごく助かります。え私は去年からスピリット EQ だったのですが、今調べたらサウンドハウスで1.2万円で売ってるのを見つけてしまったので今年の BF は終わったかもしれません。でその後同じ方からですね、あパルサーマッシブが残っている BF は終われなかったという。買うんですね。<laughs> 要するに買うんですよね。<laughs> そうですね。 買いましょうでバルハラの島はどうですかっていうことですね。バルハラしあ島リバーブについて話してた時だかな多分。うんうん。バルハラシ島は割と有名というか島の中ではよく出てくる名前ですよね。うんいいもんだと思いますけどね。うん。えっ、ー、と続いてはじめまして。なんでそんなに同じものがいるのってよく言われます。<laughs> そうですよね。仕方ないっす。同じに見えてしまうけれども違うんだみたいな。 いいろろありますよね <laughs> その76、うん、<laughs> だって何個もあってもしゃがねえだろっつう話をねこうねそうですねはい、はい、パルサーモジュラーも気になりますがつい昨日出たキーボード用のコンプレックス、うん、の方がコスパ良さそうですそうですねちょっと気になってますねソフトも欲しいものいくつかありますが自分が新モンタージュ ああ M でしたっけすごくそそられます。でも61件でも44万ってどうかしてますね。まあハード申請はもうそういうものですよ、うん、フラッグシップは。うん。うん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 。<laughs> <laughs> <laughs> 言いたことわかる。<laughs> はい。うん、まあでも、ローランドさんのファントムもそれぐらいじゃありませんでしたっけ、はい、確か。いや、うん、金額のはっきりはあれだけど。 まあでも大体30超えてくるよねみたいな感じはするよねそうですねそうですねまあさい最近はそんなぐらいの価格帯っすねうどうしても変わねその <laughs> 世間的にいろんなものが上がったタイミングで鍵盤も漏れなく上がってると思うからまあそうですし多分あの単純にフラッグシップっていうのをもう一段上になったって感じですかねここ20年ぐらい前から比べると、うん、うん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 そうかあのねうんより高みにみたいな はい、感じなるほど、ねはい。で今年のブラックフライでは UAD が怖い <laughs> 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 UAD なんかもう叩き売りですもんね完全にすげえみんな持ってますよね最近。なんかねいきなりあ<ー>わーって価格崩壊した感じがするけどねそうですねまあなんかネイティブで使えたりとかするようになってるから余計、うん、ってこともあるんじゃないですかまああと値段でしょうねやっぱり。 いやうん、それが多分一番最初でしょう、うん、多分ウェーブスターになってるでしょそ,そうですねそれを見て私はもう変わんぞってこ心を新たにしましたねお<ー> <laughs> 別にそこで反抗する気もする必要もないんですけど、うんうん、ちょっとここに今改めて心を動かされないようにしようって思ったんですよね <laughs> <laughs> う卒業組だったのであんまり僕は UAD にイメージがあんまなかったからなっていうのは どうしてもなんかまあでもねネイティブだと関係ないのかな,そのなんかラ,グラグい感じになりませんあ,あどうなんでしょうね元々の時はネイティブ版は知らなかったんですけど、うん、その大元のその DSP 側の時はなんかちょっとかかかかかっかするわけじゃないけどああそうですね DSP 版うち使ってた時はやっぱり結局のところレイテンシー問題そうそうそうそこでなんかさ、うん、どうしてもあのそ,その頭が残ってて はい、物はいいのかもだけどうーんみたいなネイティブかうーんみたいな感じに僕はなっちゃってたからなっていうのがあって行ってないっていうのがありますまあそうですねせっかくこう脱 UAD をして他のメーカーで例えば LA2A だったりとかパルテックとか、うん、気に入ったの見つけたわけですよでまた戻んぐるんかいみたいなのが嫌だったっていうのが一番の理由ですね私の場合なるほどねはい、うん、まあでもね いいいんじゃないですかあの使ってみていいものがますそうですね、はい、まあいいものではあるのは間違いないと思うのでたまたま我々が多分ヒットしなかっただけっていう話ですねそうですねもう過去は振り返らないっていうスタ,イスタ,イスタンスですはいはいえニューダル DSP は周りでは激しい歪みを求めない限りはクリーンは軽いクランチの安保軸にして手持ちのペダルで歪みやコンプを出すからかトンキングとコリの評価が高いですね自分も蒸気と似た感じでマテウス を軸にしながらフェンダー系ならトンキングドクリーンのキラキラサウンドならコリーで使い分けてます BF で狙ってるのはオーディオモデリングのトランペットですブラスの使用頻度が高くなってるのと手持ちののだと立ち上がりや粗さの表現に手間がかかるので、えー、あとセールがあれば後ろで鳴らしたりアンビエントチックなリードで使うようにシンシサイザー V の歌声パック数人分を狙っていますということですねうんニューラル DSP のです、ね、新作良くないですかう、まあ、試せて,てないんですけどね なんかでモック感じはそうそうあれすげえ日本的な音だなって思って、ね、日本的って言っていいのかわかんないですけどうん、うん、まあなんとなく言いたいことわかるですよ日本の楽曲にフィットしそうだなって思ったんですよねえとこれがあのマテウスアサトですねうんよさげですけどねそうなんですようん、うん、でここまでがいただいたコメントなんですけれどもはいもうこう番組半分進んじゃってますけれども今回のテーマなんですけれどもはい。 あのギターの録音について、まあ、最後の,あのニューラル DSP にかけてってわけではなかったんですけれども、はい、最近のこの結構新しいツールが出てきて個人的には心を踊らせる躍らしている部分も実はあったりするんですよ。っていうのも含めてこうサイコンのこう「どんな感じの録音やってますか?」みたいな「どんなの使ってる?」とかっていうのも言ってみたいなと思うんですけれども堀田的には最近どんな。 よく使います血はもうニューラル一択になっちゃってるな基本的にはどの辺使ってますかニューラルのコリーとオメガがで音足りちゃいますほとんどうんうんうんえっとその場合なんかどんな運用になってるんですかクリーンだったらコリー使おうみたいな感じの使い方なんですかクーン、うん、とね何て言ったかな、うん、そんなに歪まないとかっていう意味で、はあ、シングルコイルだったりとか、まあ、さっきのコメントもあったと思うんですけど シングルコイルで軽めな感じで、うん、であのアンプの容積っていうかちっちゃいアンプのタイプから広いやつまで使えるからうん、うん、すごいでできる幅が広いんですよねどうしてもなんかその激しいダーンってやつの歪みが欲しいんだったらコリは向かないんですけどストンプで少し歪み足していくようなイメージがどっちかっていうと強いと思うから。 はいはいはい、はい、あのー、設計設計っていうわ,けわけじゃないんだと思うんですけどアンプドライブでドン出してほしいって感じだったらちょっとまた別なものがいいと思うんですけどうん、うん、っていうのかまあでも幅が広いのとあと何ですかね空間系の,あの作りが最初からいいのそうですねはいなんか実になか完成された音がしますよねコーリーとかは分かりやすくうーん最初のパッチでアーティストのなんかその何て言うんですかフリセットで普通に満足できちゃうんじゃないですか下手したら。 うん、可能性はあるかなって全然全然使いやすいですよ、うん、あのちょっとリバイブ深いかなぐらいだったらちょっとね削ってあげ,とかてあげればまあその辺ねペダルいじればいいだけですもんねそうですねなんですげえ楽ちでまた逆にそのオメガっていう方のオメガアンプワックスっていうやつのなんだ、うん、モデリングの方のやつは本当、はい、アンプ自体のものしか入ってないんですよ、うん、あのエフェクターが入ってないああ入ってるか一応一応あのブースターはついてるけど、うん、それ以外ないんで ドカーンって出すんだったらそっちもいいよっていうなるほどねあとまあそっちもクランチは得意ですね若干ん<ー>まだ真空管のなんかその入ってる入れ何その組み合わせであの歪み方が変わるみたいなはい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 、はい、であるんでまあそのなんだろう単純なアンプの感じで例えばカンって出すって感じハムがばっかで出すとかあったりとかするんだったらそっちの方がラウド目な感じだったりするんだったらそっちが僕は得意ですね ニューラルやっぱり何がいいかって個人的に思うかっていうと、はい、いっぱアンプシミュミレーターって結構両極端じゃないですかめっちゃ何でも入ってますせ、ねうん、みたいな、うん、オールインワン系のスタイルが多分やっぱり主流かと思うんですけど、うん、その中でニューラルのこのプラグインラインナップって結構とんがってるじゃないですか一個一個がこのキャラクターがはっきりしてるというか。そうですね これ好きかどうかみたいなので決めれるっていうのは、うん、逆に迷わなくていいかなって思うんですよね。 うーんそうだねなんかその分数が必要になっちゃうっていう弱点もあんのかもしれないですけど,、うんど,どうね、何を求めるかによるっすよねおなんかいろいろやりたいんだったらアンプリチューブとかの方が全然楽ちんなんじゃないですかって気がするけどねうーんそうねうんうんうんか例えばなんかそのフェンダーっぽい感じの音が欲しいとか言った時にどうしてもニューラルで頑張ろうとすると「えっとレにするんですか?」みたいになるし <laughs> 基本的にはなんかその配言系のやつがまあアンプとしては多いから。 まあそうですね。うん。コリーとかの方がちょっとなんかあれじゃないですか最近最近ではないけどあの後発のやつでいわゆるなんだかジェントっぽい感じの音,音とは違う感じの雰囲気のやつに出てたとかもあすけど。割とでもアンプはあのリード系とクリーン系と両方入ってるもの多くないですおいおい多いと思う。ジャンルがちょくちょく違うのがいいのかなと思うんですよねここ。うん。うーん実はあんまり超ひず超歪むっていうジェントってイメージはないんですよ私ニューラルに。 最初の方はそうでしたけどね、うん、最近は全然そんなことないよなって思ってる感じかなまあその傾向は変わってきたんですよね、うん、うん変わりましたねだいぶそれこそなんか堀りいこうじゃないですかああそうかもしれませんねでもそうなるとうんだから僕もそれまでは完全にそのなんだろうジェントとかラウド系のなんか御用達な感じがしててその音色にここうーんうーんってなってた時もあったんですけど <laughs> 正直ねだって 一音色に対して結構な金額かかるじゃないですか。まあそうですね、<今>100ユーロぐらい。今だったらあれだかもしれないけど、当時はそんなふうに思ってたから、う,ん,、うん、うーんって思ってたんですけど、それこそノリとか,なんかめっちゃいい音するし、<laughs> そうですね。<laughs> はい、そのままあれですからね、いい感じの音になるからな。で、そこからなんか気がついたらなんかねあの、クリスタルクリーンみたいな感じだったりとか、あ,んなあと、ジョンペトのなんかね、うん、あるね。とか出てきたりとかさ、っていうのがあるから。<laughs> なんだろうそういうなんかメタルクリーンみたいなやつも出るんだなみたいなとかさ <laughs> <laughs> そうっすよまああとはニューラルは最近あのクワッドコーテックスとかもねすごい評価高いしうん、うん、なのでうちはもうそうだね基本的にはニューラルが主軸ですあのー、さっき言ってたちょすごい気になる最近ペダルあのハードのペダルなんですけどフリードマンはいはいはいフリードマンの,、はい、の,の IRX って出たんですよ、はい、真空管を積んだペダルなんですけど、はい IR も入ってるのねうーんであの BE ですよあのみんな大好きフリードマンといえば BE だと思うんですけど系のサウンドですね、うん、見た目は超渋いねうん13万すんだういやこれがですね本国で買うと500ドルぐらいですええへ、ー、え、うん、<laughs> 国内だと倍以上になっちゃうっていうなんで。 輸送とかだでかな、まあまあわかんないけど、まあ代理店取っちゃってるとね、どうしてもっていうのはあるんですけど、な <laughs> <laughs> てかもうレビューに書かれてるわ、あ本当に、うん、日本価格が高い、米国あたり五百四百九十ドルで販売されてますって書いてるね、<laughs> まあでも本当にこれはですね、めちゃくちゃ音良かった、あの YouTube で見てるだけなんですけど、おー、フリードマンやんみたいな <laughs> うーん音がしてて、うんうん、やっぱ真空管 でいいよねみたいな、ねう。うん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 。感じですね。まあこれもねそんなに汎用性のあるペダルでは当然ないんですけれども、これしか出ないからね。うん。なんですけどこの五百ドル。うん、まあでもねフリードマンがか本気で本気ペダルみたいな感じで、うん。フロアプリアンプって表現でいいんですかね？プリアンプペダル。はい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 。うん。というのは面白いですよね。そうですね。すごい、ね。あとあのトーン X のペダルとかも人気あるし今。 うん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 誰ものはね結構ね、うん、進化しましたよね進化しましたよねそう,そういう意味でね本当に、ね、うんすごいと思うこの辺なんでもう、うん、ちょっとケンパーが逆に今遅れちゃってる感じですかねこの辺のカテゴリーだとケンパーはケンパーのイメージだね本当にね派生してどうこうって感じはあんまないかな、うん、まあギター弾かれる方はやっぱ一番なんていうでしょうこだわりたい部分というか心躍る部分かと思いますので。 いろいろ試してみるとやっぱ面白いですよねっていう中でちょっと個人的に一応私は今 IRX なのでもしまだあの聞いたことないよって方は是非チェックしてみてくださいいろいろレビュー動画とかも上がってるんでもうまだひ月ぐらいですかね発売されていいですねでもねうちの場合だとやっぱりいまだにハードのアンプシミュレーター使っちゃってるんですけど、うん、あのいくつか使うものを逆に絞っちゃってる感じですね最近の使い方は。 えー、あのクリーンクランチ歪みみたいので、まあ、10個ぐらいずつプリセット作ってるんですけどあのベ,ースベーシックな、はい、あの方向性っていうだけですねうん、うん、マーシャル JVM 系レクチ系それこそフリードマン系5150系とか、うんまあ、そういうのでいくつかシンプル系のルーティングを作っていてそこにちょい足しちょい尻で作っていくみたいなのが最近多いですかね。えー 皆さんどうしてますか逆にホリーター的にはどんな感じで音作っていくるんですかこれもうゼロベースでパンパンパンみたいな感じでやっていく系うんああそうなんだ割とね変にプリセット作ってしまうと似たり寄ったりな感じになってしまうっていうのもあるんですけどね一個なんかねそのなもうその幸いにもですけどはい、はい、うちの場合はそのオメガベースでやってるのでうん、うん、なんだろうアンプ使ってんのと変わんないですよ ああなるほどね。そのアンプのパラメーターで触って終わりだからうん、うん、あとや,やれることってあと弾変えるぐらいまあでもちょっと <laughs> ちょっと話はそれるかもわかんないですけど、はい、アンプのヘッドってそんなにいっぱいいらないよねっていう派閥なんですよ私も。うんうんうんあえ。あ本当ですか いっぱい持ってんじゃんって思うから <laughs> まあまあいっぱいいっぱい入ってるっていうのが正解ですよでその中でなんか全部使うかってやったら全然使わないし使ったことないモデルのが、うん、プリアンプの方が多いと思うんですけどうんうん,、うんうん、なんかそのなんだかんだやっぱ私はオーセンティックなど真ん中の音を使うことが多いんですよはいはいベースマンかツインリバーブみたいな、うんうん、そうなった時にはあんまりこういろんなアンプ タイプをいいじくりり回すよりかはみたいなヘッドの部分はパッと決めちゃってキャビでいじってくってこうやってほうが楽だなみたいなねキャビでいじるねー沼だよなー、うん、でもそうですねキャビもね大変なんですけど大変なんですけど、はい、まあそこもある程度だからそこを大変やっていくと大変なのでプリセット作っちゃってるんですよねうんうんうんい、う、い、ん、いくつかロードしといてみたいなはい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 あ好きなやつのリストはなんとなくこっちも。 いっってやってやはいるけどね、うん、本当にこれ好きか好きじゃないかじゃないですかあとはなんかマッチするかしないかみたいなそうですねうんっていうのでう、ねうん、ある程度そこはパターン化できているのかなっていう気はしないでもないですけどね個人的にはああそう、うん、なるほどねだからそのなんか結局 IR の音がでどうこうってやつで一時期わわーーずっと言っててはいはいはい最終的に「うんめんどくせえなそれ」ってなってきたんですけど <laughs> よよくくわかなんななりますねそう結局はなんかこれ何が正解なんよっていう風になってくるから出事感で好きなやつをなんかもうピックアップしといてなんかこの曲にはこれがみたいな風なことやってったらなんか日が暮れちゃうからそうだねだったら別のところに頭使おうぜっていうか時間使おうぜっていう風に思ってきてるところになって今至っている <laughs> やっぱなんだろうしょう IR によっても使い勝手のいい悪いってやっぱあるじゃないですか。 あそれ自分の好きの好みのところに当たってるかっていうのももちろんあるんですけど、ね、最終的にだってさだプレイヤー視点でいいんだっていうふうになったっすよ。あまあそうだと思いますねはい、うん。なんか後になってからエンジニアがだってじゃあキャビ買いに来るからさ買いに来ねえだろっていう話になるわけでうん、うん、で、うん、考えたら、まあ、そこは自分の好きな出音でいいんだな一旦っていうその頭切り替える前までん、にしちゃったっすね。 そう間違いないなっすよ、えー、ただその逆に、うん、あのー、PA とかかから出てたディーゼルとか前まで使ってたんですけどあの、はい、辺とかの何ていうのもともと IR が入った状態のやつで他にのやつあんま使えないよって状態になってるやつがうん、うん、今使いづらくて困ってるっす。ああなるほどね。なんかそこをなんか抜け抜けられないんじゃないですか。 うんうん、あオフできませんでしたっけで,できなかったと思うんだよな。本当に不勉強かもしれないア。アンペグはできた。<laughs> アンペグオフっていうかそのなんていうの他のやつは使おうねっていうモードがあるんだけど。うんうんうん。なんかできた記憶がありますよ。できたのかなできなかった気がしてなんだよっつって逃げた、うん、<laughs> あそうなんだ。とかその昔のやつそれこそベー,ベースデューダとかも使うけど使う時は使うけど。 なんか IR 入れてなんかちょっとモダンなことがしたいとかっていう時には向いてなかったイメージがあるんだよねうんまあねそ,そこら辺が難しいなと思っちゃったまあそうっすねえそのまま使っても別によか悪かないけどちょっとやっぱりそのうん、うん、なんていうのかな最近とちょっと一段階前の音がする気がしてしまってうーんっていうふうに個人的になっているっていうそうです感じっすかうんまあ古いしね実際そうだね現実ううんうんうん、うん するの最近悩みの種って、ね、いうか,、うんなんかうま、いい感じに使えないかなっていうか再活用できないかなみたいな感じになっている気持ちって言ったらいいですかうううんうんうん、うんうん、ちゃんとがっちり調べたらもしかしたら、うん、抜けるのかもしれないあのー、<laughs> ディーゼルはでも抜けられたと思ったんだけどあできないと思っていやでもあれこの間いろいろ触ってたんですけどあそこにもフリードマンとかあるじゃないですかあるねあれね,あれねあやっぱ IR っすねはい。 犯人は犯人ってわけではないですけれどもだからそのねあれでしょそのもなんうのモダンだねって言わせるところというかさ立体感みたいなやつだったりとかさうん、うん、そういうところの部分っていうのが IR に行くんでしょってう気がするんだよね。そうですね 2>,、うん、2個重ねればいいじゃんってことなのかってちょっと一瞬思ったこともあったんだけど <laughs> なんうの何も考えずに <laughs> 脳死でいけばもういいんじゃないのって思ったんだけどそれでも気持ち悪いじゃん。<laughs> <laughs> まあそうだね。なんかね気持ち的なところで「うん」っていうふうに試してみるからこのもしかしたらそれで意外 <laughs> いえそれでいい効果になってくるさえすればさ別にぶっちゃけどうだっていいんだもんって。<laughs> まあまあそうだねでも複数 IR を使うのはそれはそれでまた難易度が上がりますからね音の幅が広くなるよね、うん、なんでしょうだからアンリアルアンプでここに57と421立ててとか、うん、いくつかこうおなじみの906立ててみたいなのあるじゃないですか。うん それがなんかえそのまままあ、何も考えずに IR で再現するとなんか残念なことになることが多くてやっぱり理論ベースじゃなくてサウンドベースでやっぱ考えなきゃいけないよなっていうのをすごく感じるのはそういうとこですかねそ<う> IR に関しては。ある意味では定番のセッティングなんか一回忘れちまえみたいなとこなのかもしれませんよね。なんかよ,よくも悪くもさこの,このジャンルってさなんかそのトッピーなこともできるじゃないですか。うん そうですね、なんでそれをだから逆手に使ってもいいのかなっていうふうに思う気持ちですよどっちかっていうと。でも1個あるのはさうん、うん、これあくまで個人の感想です。はい、あの R は外さねえと思ってるんですよ外さないとはそんなにイメージと離れない,い,いだからドラム音源でいうとラディックみたいな感じ、うん、<laughs> なんかどの,やどの音源でもラディックはみんないいなみたいな。 ないです、うん、なんかまあ言いたいことわかるよ、うん、に近い気がしてあのリボン大体、うん、いい入ってるじゃないですかロイヤーのリボンってロナ、うん、ンプシミュレーターにも、うん、それは結構イメージそんなに離れないなって思ってるんですよね逆にリ,ねリボンマイク使って撮ってるっていう話をちょいちょい聞く反面僕自分でリボンマイクを立てて,て録音したことがないので、うん、ちょっとあっにないないうんロリボンマイクはいいですよ やっぱ121が、うん、まあ超定番ですけどねうんだけどな何だろう音がいいっていうのは分かるよモデリングののがある。うん。すごくギターのに対して聞きなじみのある音がしますねうんうんうんだから一時期その何だろうリボンのやつ欲しいなとか言った時あったような気がするんだよなうーんまあねちょっとただそのねその管理とかねその辺の部分でなかなか難しいよねみたいな感じのとこはあったんでうんうん <laughs> どううしようみたいなアクティブリボンかとか言ってでもなんでアクティブリボンになるんだ <laughs> みたいな風になって終わったんですけど <laughs> はい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 そう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 でその辺がちょっとうんではあったけどでもそのなんていうかな音自体がいいなっていう風に思うのはあるようん個人でなかなか今からリボンマイクを買うっていうのはなかなか難易度高いんだとは思うんですけどねうんとはいえなんかシミュレーターだったりするとそんなに外さないマイクチョイスなのかなっていう感じだったっていうだけですねはいはい はい、いいです、ね。まあ、みたいな感じで、うん、なんか皆さんもおすすめのシミュレーターとかアンプモデルとかあったらぜひぜひ教えてください。うん、はい。ということで、はい、今回のポッドキャストについてのご感想、ご提案とのコメントお待ちしております。YouTube でご覧いただいている方は YouTube のコメントに、ポッドキャストでご視聴の方は Twitter もしくはホームページのお問い合わせまでお気軽にコメントください。あ、Twitter @x 終わじ。また YouTube メンバーシップも行っております。 今後メンバー限定のコンテンツも増やしていきたいと思っておりますので、ぜひそちらもご検討いただければと,と思います。はい、はい。ということで、今回もご視聴いただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。